徳島県南部の一市四町を舞台としたサイクリングイベント四国の右下ロードライド2013が9月8日に開催され、県内外から参加した410人のライダーが大自然の中を駆け抜けました。海陽町マゼの丘で行われた開会式では、飯泉知事が四国の右下が誇る大自然や心温まるお接待をぜひ満喫してくださいと歓迎の言葉を述べ、飯泉知事の旗を合図に参加者が次々とスタートしました。コースは全長163キロ、獲得標高差1680メートル、四国最長最強を誇る四国の右下センチュリーコースと、海部川や南阿波サンラインなど県南の雄大な景色を楽しみながら走る全長95キロの南阿波クリスタルコースの2つから選択。ライダーたちは県南の爽やかな風を全身に受け、壮大な自然を体感しながらゴールを目指してペダルを踏み進めていました。途中、エイドステーションでは亀をかたどったかまぼこ、亀ぼこなどのお接待を受け、エネルギーを補給。さらに自転車を走らせてスタート地点でもあるマゼの丘にゴールしました。走り終えたライダーたちは県南のご当地グルメの南阿波丼や、同時に開催された海部エコフェスタで振る舞われた阿波踊りの骨付き地鶏カレーを食べて疲れを癒しました。景色がいいのと、まあ、山あり海あり変化が飛んでて、エイドもいろいろおいしいものを出していただいて楽しかったです。また飯泉知事もコースに出て20キロのサイクリングを楽しみながら参加者を応援、南阿波の魅力をアピールしました。まあ、特に来年はね、まあ、我々徳島そして四国が悲願でありました、あの高すぎる高速料金、本市架橋の料金、まあ、これがいよいよ全国プール料金制の仲間入りになる見込みになります。四国は徳島が近くなりますので、自転車王国徳島、そして何といってもこの四国の右下を大いに満喫していただこうと、そしてまた来年もお越しをいただくと、まあ、大いに期待をしているところであります。自転車だからこそ感じることのできる県南の雄大な自然、皆さんも風を切って走り抜けてみませんか。